出た出た、また出た。暑い日が続きますが、夏負けしてないですか。いや、もうバテそうですよ。出た魔術カバラ。この辺はね、あんまりわかんないんですよね。わかんないとか言ってちゃダメなんだけど、ちょくちょく知ってる単語が出てきて、まあなんとかついていけるかなぐらいの感じなんだけども。でも、ホタイヤバッチリバッチリだったぜとかなんか言ってた順平が、これできたってことだよね、ノタリコン。マジパネ、順平。本当は天才かもしれない。でも絶対寝てそうだよね、順平。うん、それをつなぐ22の経路からなる。うん、22ってことは、あるかなーっていうか、タロットっていうか、あれだよね。だよね、やっぱりそうじゃないかなと思って。ですよね、ヒヒヒ。あつさんの前に江戸川先生に負けるわこれ。うん、なんだろう。2学期から保健室で補習を行いますよ。お、なんだろうこれ。タロットを使った占いの実践でもやりましょうか。あ、なんか行ってみたい、機会があったら。余裕があれば行ってみたいですね。ほー、なかなか面白そうなイベントですね。最終日だ、頑張れ。ああ、終わった終わった。一週間潰れた。ん？夏祭りがあるみたいだな、お前行く？どうしよっかな。でも、やっぱせっかくのイベントなので行きたいですよね。行く。俺は微妙だな。有り金がちょい厳しいっつうのもあるんだけどさ、タルタロス行こうぜ。タルタロスで稼ごうぜ。んー、まあ今日はいけないのかな、タルタロスじゃあ。うん。まあ仕方がないですね。夏祭りの内容は把握しています。とても興味深いイベントであります。おう。特殊。特殊兵装浴衣。なるほど。皆さん、アイギスの浴衣姿が、もしかしたら見られるかもしれないですよ。和風。コロマル。あ、また期待されてる。やばい。ん？餌でもあげてみる。待って、これあげちゃうとクイズできないよね。どうしよっかな。あげようか。うん。行ってみよう。ちょっと昨日パスしちゃったので。で、散歩じゃないよね、これは。和風。コロマルは嬉しそうだ。待て。我慢している。我慢している。わあ、そんな目で見ないで。わあ、なんか辛い辛い。かわいそうになってきた。うん、切ない瞳に負け、よしよした。かわいいな、ゴロ丸。ゴロ丸の勢いは止まらない。美味しいでしょ。おお、まだまだ食べ続けている。でもこれってあの、ふうかちゃんの、あれじゃね？そこにちょっと人アレンジ加えたやつだよね。ライラちゃんが。なるほど。闇耐性確か持ってたよね、ケルベロスって。そういうことかな？満足げだ。撫でてもいい？お手。おー、かわいい。
さあ、来ましたよー。来ましたよー。なんだろう。おー、まんまだった。結構まんまでしたね。何時号機のペルソナを満たすとき、我らさらなる力の祝福を与えん。というわけで、コロマルは号機込みでした。いいなぁ、もうなんか光の速さで上げていくよ、もうこれ。かわいい。そして犬とコミュ気づく主人公マジパネ。さあ、16日、日曜日。夏休みはまだまだ続いている。あ、今日夏祭りなんだ。じゃあ、ぜひとも行きたいですね。誰だ？誰だ？結構迷うな、これは。単純に赤ベスト先輩の、なんか、面白いとこが見たいっていう理由が、くぶくりん。くぶくりんあるんだけど。行きましょうか。多分これ断り続けたらいろんな人から来るんだろうけど、もうちょっと待てばきっとゆかりちゃんとか、みつる先輩とかもあるんかなって思うけど、もうおそらく赤ベスト先輩か、なんだろう、ふうかちゃん、どっちかかなって思ったので、あとアイギスかな、三択かなって思ったので、まあ、多分、皆さんが一番期待しているであろう赤ベスト先輩と行こうかなと、思うわけなんだけど、主人公の浴衣見たいよね。いや、もう張り切りますからね。ミラクルくじとかある。ねえ、盛り上がってるね。盛り上がってますね。はぐれないようにしろよ。じゃあ、手、つないときますか。歩きにくそうだな。わざわざ浴衣を着て、そういうこと。やっぱ行っちゃダメだと思うんですけど。あ、いや。ただその、またまた、でもそういう先輩こそ、今日赤ベスト着てないじゃないですか。お互い様ですね、お互い様。美味しそうな匂いだな。たこ焼きか。買うか、ああ、食べよう、食べましょう、食べましょう。正しいイケメンに限る、イケメン補正。彼女ではないんですね、これが。そんな必死に否定しなくても。熱かったような赤ベスト先輩かわいすぎる。恐ろしい戦い、恐ろしい戦でしたな。まあ勝利だがな。ほら、お前も食えよ。あ、もうぜひどもいただきます。あー、たこ焼き食べたい。冷凍食品のやつしか最近食べてないので、たこ焼き買いに行きたいな。懐かしいな。お面だ、500円か、まあ、このぐらいでしたっけ。どうなんだろう、なんかもうちょい高かったような気がするんだけど、いつの間にか買えるようになってたんだな。昔は高、ああそういう感じだったのかな、俺の中のイメージも。それでも楽しかったんだよな。今は変えてしまうな。あ、くじ。そうだよね。これだけ目立っておいてミラクルくじやらずに帰るわけにはいかないよね。からくじは少ない。ちょっとはあるんだ。くじ引きか。ここに飾られているようなものが本当に当たるのか、ずっと疑問だった。え、マジですか？いいんですか？え、私40万ぐらい持ってるんですけど、大丈夫ですか？お面全部買い占めれるレベルですよね。くじも全部やれるんじゃない？信じろ。
お、カレイドスコープ、なんだろう、万華鏡的な。さすがに一等じゃないか。まあこんなところでウフを使い果たされても困る。あ、いいんですか、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ、こちらこそ。来年は赤ベスト着てきてくださいね。あ、先輩3年生だ。というわけで楽しい、ひとときを過ごしたのはいいものの、しましまお兄さんと過ごせなかったな。まあ、しょうがない、しょうがない。夏祭りはあの日しか見れないからね。じゃあ月曜日なので古本屋は確か行けないから、舞子ちゃんか、舞子ちゃん行こうかなと思います。あ、アイギス行ったんだ、よかったね。誰と行ったんだろう。さすがに一人で行かせるのは危ないよね。見たかったなー、でもまあまあ欲は出さない、欲は出さない。じゃあまずは気候の台をもらっておいて、もうちょっと気候を増やそう。オッケー、絶対いいことあるよ、一発できた。よし、じゃあまいこちゃん行こうと思います。傾斜いたよね。あ、よかった、ウルトロスいたね。じゃあ行きます。おい、あー、何して遊ぶパターンはですよねー。まあまあまあ、水曜日も行くチャンスはあるから大丈夫でしょう。あ、おかえり。ただいまー。暑いね、ほんと暑いよね。調子はどう？どういうこと、どういうこと。調子はいいよ。次の満月は9月だけど、休み明けたらすぐだよ。残り4体か。4体なのかな、本当に。まあいいや、やめておこう。これ以上は。やべえ。綿飴を食べているアイギスを見たかった。で、コロマルが、なんかコミュできそうな雰囲気ですよね、これ。大変だな、大変だな、風花ちゃんも。うん、みつる先輩も考えてるんだね。でも失敗した料理をあげるっていうのもかわいそうな話だけど。で、何曜日とか確認できたかな？どうだろう？あ、書いてないか。じゃあ、メモしていく必要がありそうですね。とりあえず土曜日はできたんだよね。どうしよっかな。ムタツさん行ってもいいんだけど。合気ペルソナを持ってないんだよね。でもまあ、一回目は全然問題ないと思うんだけどね。じゃあ今日は行こうか。おい。てか月曜ってムタツさんオッケーだっけ？あんま覚えてないわ。木金土日だっけ？あれどこだったかな？あ、じゃあこの丸でいいのか？全然。あれ？飲みでもいるのかな？飲み？不満そうだ。この間買ってきたあれ、なんだろう。何かが握られている。犬用ブラシ、おー、いいもの買ってきたね、風花ちゃん。黒丸は嬉しそうだ。おー、音符出た。嬉しそう。お、少し柔らかくなっている。喜んでくれたようだ。
さあ、ということで、コロマルコミュがランク2になりました。ありがとうございます。ん？なんだろう、後ずさりした？あ、まさかのコロマルの弱点がお腹だったとは。いや、ほんと癒しの時間だよね。いやー、コロマルかわいいなー。もう毎日コロマルと過ごしたい。なんか今日のワンコみたいな感じでコーナー作りたい。さあ、誰だ？リオちゃん、リオちゃん、映画祭り、もう行ってみたいんだよね。行ってみたいんだけど、ちょっと今日は古本屋行きたいかな。ごめんね、リオちゃん。映画祭りか。映画祭りいつまでだっけ？書いてないかな。書いてないか。よし、じゃあ古本屋行こうと思います。さあ、ということで、行けるかな、行けるかな、今回で行けるといいですね。というわけで行きましょう。おい、来い来い来い。お、うたた寝をしているようだ。完全に寝てる。そっとしておこう。気づかれた。どっこらせ。厄介事？いろいろとよくしてもらったんじゃが、月子に手紙を出した。おう。え、なんで？あんなに喜んでたのに。なになになに、俺の反応楽しむなよ。俺が赤ベスト先輩みたいじゃないか。はあ、なるほどね。その場所に新校舎建てたいんだ。いや、でも俺も切ってほしくないって思うけどな。そんなね、いろんな思い出があるならば、なおさらだよ。思い出にする、すがるよりも可能性を育てる方が、息子は喜ぶと思う。教師？おー。うん、まあ、話して決めたことなら、これ以上口出しても仕方ありませんね。なんだろう、カニパン、メロンパンですか、何パンですか。柿の木の実を手に入れた。え、そんなもいいんですか、そんなものをもらってしまって。わー、ありがとうございます。というわけで、古本屋コミマックスです。ありがとうございます。パチパチパチ。二つ目、来ましたね。交流さんね。お世話になったな。フォーではお世話になりましたね。よーし、うん、頑張ってね。いや、今日はほんと暗くなるまでも、ほんとにまだ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 これからぐらいの勢いで話していこうよ。いやー、来ましたね、二つ目。君か。君です。どうもどうも。夏休みもあと2週間足らずだな。そうですね。誰かさんが、夏期講習なんて入れなければ。ホラーか。ホラーは、
やっていいんだよね、まだ。だよね、まだ肝っ玉母さんだから、いいね、OK、やろう。じゃあ、今日はホラーをやろうと思います。おい。上がらないか。まあ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 。それより学力が一個でも上がってほしいよね。夏休みはまだまだ続いている。って言ってももう19日か。早いな。その電話はきっとエリザベスさんだ。ああ、あら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 。失踪者がまた現れたご様子。まあ、視野に入れつつもって感じかな。さあ、電話ですね。沙織さん。沙織さん。大自然ドキュメントは行きたいけど、行きたいけど今日は。木曜日なら余裕あるんだよな、でも、正直な話。今日舞子ちゃん行きたいから。ごめん。てか、いつまでだっけ、ほんと。今日までとかだったらもう、俺はやり直して個人的に見る。もうそのぐらいの勢いなんだけども。多分パターンは変わってないのかな、まだ。あらら、近々こっち。浜田ちゃん。よし、じゃあ今日は、舞子ちゃん。行こうと思います。おい、よーし、じゃあ昼間は舞子と過ごす。夜ご飯、そう、夜ご飯じゃない、外ご飯行こう。そう、夜ご飯、夜ご飯、まさかの夜ご飯、怒られてしまう。ハンバーガーかな？和食がいいでーす。どうだろうなー。和食って言いたいけど、ハンバーガーの方が、舞子ちゃん良さそうかもしれない。マックのカエルバーガー。カエルバーガー食べたかったの？この子怖い。あれやだ、怖い。そしてワックに来るのも久々じゃない？結構言ってなかったですよね。離婚する理由教えてもらった。辛かったけど、ちゃんと最後まで聞いた。うん。それは偉いね。ほー、ほー。なるほどね。そりゃ、舞子ちゃんのことは、二人とも、ちゃんとね、思ってると思うよ。そうだよね、でも選ばなきゃいけないんだよね、そうなるとなるね、ならばどっちについていく。あの時見る限りだとお父さんの方がしっかりしてるかなって思うんだけど、正直言ってあの日しか俺は見てないわけだから、そりゃ舞子ちゃんじゃないとわかんないんだよね。実際は難しいけどな、それしかないと思うよ。ん？遠くにお引っ越しするかも。あ、じゃあお父さん。ちょっとまだコミュマックスじゃないからお父さんにして。さあ、ということで、舞子ちゃんコミュがランク8になりました。ありがとうございます。いいね。いい感じですね。ミス。ウィース。つうかさ、あっちいいよ、あっちいいな。納得しちゃったよ。